はい、皆様こんにちは、アームチャンネルシモニーです。いろいろ問題がある86なんですけれども、今回もいろいろバカな整備を発見しちゃいました。それではご覧ください。ちょっと下回りをねやってるんですけど、これラテラルロッドね。これラテラルロッド、もうほらゴムのブッシュが死んでガッコガコっす。でマフラーはね、富士坪のマフラーを僕持ってたんで、これを借りました。男子じゃあ、この直感みたい。よ、分からないです。長いね。受けるラテラルロッドは、スキッドレーシングっていうとこね。ピロです。ピロ。ピロです。で、僕、ジムニーでラテラルロッド買って、ここが、3点の転溶接やって死にかけたことあるんでね、それ以来しっかりこの溶接をちゃんと見るようになりました、ね、はい、他人を信じちゃダメですよっていうことでね、これは大丈夫な商品です。はい、取れた。もうゴムブッシュがもうブリブリ、もうこんなね、もう手で分解できるぐらい潰れてました。こっちもね、比べるとこんなにかっこいい。はい、ラテラル交換できました。そしたらね、タイロッド、ブーツ類は死んどるんで、ラックブーツとエンドブーツを変えます。ここにはで、こっちにもシモグリスをたっぷり。まあでも入れすぎはあんまり良くないでしょうね。そうなの。プチプチって。明らか多いねこれ。多いに越したことないねこんなもんな。明らか多かったからちょっと返しとこう。でこのスプリングをこれうっかり新品取るの忘れたんで、またいずれ買いたいと思うんやけど、使えそうなんで、いや多分入ると思う。難しいなこれ。手で入れるのは難しいと思います。え、この工具あんの、こうやって頑張るしかないやろ。でも生まれてきようですもんね。ちょっと手がニュルニュルなんもあって、じゃあ僕やりましょうか。できんの。できます。なんか用法の、あります。それを知ってて俺にやらせんやな、初めに。意地悪や。こいつを使うぞ、こいつを。タイラップ、これ、はい、これをそれを、これを使うらしい。うん。こいつね。これを引っ掛ける。これを一番最初にきっかけを引っ掛ける。で、この落とし込みながら、このスパイラルにね。そうです、そうです。まあ、ブーツが傷つきにくく、ほんまや、入っちゃう。正規のやり方かどうか知らないですよ。すげえ。うん。これが一番速い。速攻入るやん。はい。これ外すときもそれで外れる。外れます。これの逆の方。なるほど、はい。これ、伊藤家の食卓かなんかでやってた。伊藤さん。うなってはった。うなってましたね。これはすごいと。これはすごいよね。これ。工具がね。やりにくいな。やりにくいですかね。これ今、サーモスタットっていうのをね、交換しようと思ってます。これ。これね、
スーパーチャージャーが邪魔して普通の86よりものすごくやりにくい。これ3本スタートね。これが多分開きっぱなしになってるんで、全然あったかくならないってやつね。ヒーター入れてても相当時間経たへんかったら効いてこない。効いてもなんか生ぬるい風が出てくるぐらいで全然あったかないんで、きっとねサーモスタート変えたら治ると思います。なかなか手が入らないんでエアクリーナーとかいらんもん取って、もう取れそうですとかいません。あ、いません、いません。サーモスタッドレスやん。ちょっと違う、ちょっと、マジで、え、こっちの方がいいよ。え、どうち、まあ、マジで、いません。これ首がかこんと落ちんの。いやいや、もういやどっからどう見てもおらへんやん。はい、いません。え、マジか。サーモが潰れてるところの話じゃなくて、もともとおらへん、サーモがおりませんでした。ダメですね。はい、じゃあサーモを取り付けよう。いません。これどういうこと。これさ、向きあるしな。ちょうどいいです。これ、はい、これこのジグルバルバルバルブ、エア抜きのやつはこれが上向けて、いらんこといっぱいされてんなあれ。サーモスタットない、昔はなしでオーバーヒート防止とかしたんやろうけど、そこまで熱量持つって感じやけどね。スーパーチャージャーにかかるんですかね。いや多分な、俺の予想ではそういうことか、スーパーチャージャーやったから熱持ったとかそんなんじゃなくて、ただただちょっとにわかな知識で、これやったら冷えんねんとか、多分そんなレベルやと思う。サーモスタッドレスは俺久しぶりに見たな。あ、昔俺がハコスカ買ったらそれもついてんかった。あ、なんでいいでしょう。サーモンセットして、ちょっと待って、ガスケットを持ってバルブが真上、こうやかな、こうこうやな、この合わせ面か、多分そうや、うん、こうやから、こうや、うん、多分何も考えんとやってしもうたらここミスるね、俺。そうやね、うん、パッと入れちゃうと、うん、皆さんこれ覚えておいてくださいね。これサーモスタットのこれ上下ありますからね。サーモやってるついでにこれね、これも取り付けどうかは動画との忘れたけど、この水のホース、これねウォッシャーか、はい、うん、これがこの辺からなかったんでこれも変えてきました。これも全て純正部品でね出ます。こういうのもね、これも全部純正で皿で出ます。今何やってるんですか。今ちょっとスロットルね、これついでに真っ黒なんで掃除を、スロットルバルブクリーナーっていうのがある、うん、そういう万能な、そう、そこがあるんですね。まああの、あれあれエンジンクリーナー、エンジンコンディショナー、あー、もうそんなんでも同じようなもんねんけど、このね、これね、気ぃつけなあかんのが、多分この 4AG の86なんかどうもないと思うけど、この、スロットルバルブ、この、はい、これ。ああ、バタフライの。そうそう、バタフライ、はい。この密着のところが、ね、この、ボディ側になんかコーティングしてあるやつがあるよね。たまに。それを、そういう、エンジンコンディショナーとか、そういうクリーナー、強いクリーナーでやると、それが、剥がれ落ちる場合があるんで、ああ、うん、それがね、それ剥がれるともうアイドリング高なって、うん、もう一生下がらへん。これはわりかしそういうのには、はい、攻撃性が弱いらしい。成分が弱いってことなんですね。そうやね、はい、その代わりちょっと
手動でね、これちょっときれいにしてあげて、次に洗ってあげると、うん、OK、 こんなにきれい、ゴールドに輝くほどじゃないけど見えるかな、うん、見えへんな、うん、見えへんな、でもきれい、はい、大体ね、今サーモ開いて、あの水のね、黄色のねタンク置いてるんですけど、それがガッて減ったんで、今サーモ開いて、今、全部循環できて、エア抜きできたと思います。で、水温が、これ水温計ね、全然上がってこなかったんですけど、これ、なかなかいいとこまで来てると思うんで、ヒーターも、で、この暖かい空気出てるんで、もう十分やと思います。前ほんまにね、1時間事故エンジンかけてても水温計も上がらへんし、あの冷風しか出なかったんでね、はい、これで治ったと思います。いやー、いろいろやらかしてはりますね、この車はね。はい、もうちょっとあのやらかしポイントあるんで、いろいろ見ていきましょう。はい、ねまた下回りで1個大変なことを見つけてしまいました。これね、わかります？ステアリングのラックね、ステアリングラックで、これ支えてるとこがね、こう2箇所左右にあるんですけど、このね、ブラケットが上にヒュッと巻いてあって、中はちょっと西日がえぐいんで見にくいかもな。これゴムブッシュで、これが鉄のブラケット。で、上から、ぐって、お触ってるんですね。これ右。こっち左。ね、これが鉄のブラケット。で、これがメンバー。で、中にブッシュ。そのブッシュが、こうやってね、簡単に手で取れるんですよね。おい！待てと。おい、待てと。これ。これね、今タイヤ中ブラリンで浮いてるから、ね、あんまり押してもそんなんやけど、これ、地面に設置してたとしてハンドル切ったら、これむちゃむちゃ動くんやね。この片方だけで。これ、こっちはちゃんとおるんで、まあ古いやろうけどおるんで、これ見ててください。これ僕手で、こう動かしますよ。ほら、ほら。こんなに動く。で、こう、ステアリング右左来たら、こう動くんですね。ちょっとやばないですか？もうこのまま乗っとったんやろね、このアホは。アホやなぁ。ねえ。だからこれね、下手ったとかそういうレベルちゃうから、ねえ。何した時か知らんけど、適当にこれを、ピッて置いて、そのまま乗っとったやろね。で、まあ、僕は単純に、これもね、パワーステ用のブーツがついてて、重ステ用にね。で、径が全然ちゃうもんやから、針金でギューって縛られてやってたから、こいつも、重ステ用やのに、パワーステ用のゴムを入れとるから、ズバズバないなと思ってたんやけど、友達のね、車屋さん聞いたら、これがそもそも、パワーステメンバーじゃないかと。
うん、そう言われれば、パワーステメンバーでこのブラケットも、まあ、その径に合わせて大きいのがついてる。で、うん、で、パワーステ用の物資を入れても、ズボズボやっていうことでね。ちょっと頭こんがらがるけども、で、まあ、社外品でその、パワーステラックに、重捨て、じゃあ、パワーステメンバーに重捨てをつけるブッシュっていうのが売っとるんですけど、なんかね、まあまあ高いんで、ちょっとここは、なんかカラー作ったりしてなんか考えたいと思います。ちょ、ほんまやばい。どういうこと？これ。何しにこれを巻いてよしと思ったんやろ。手で取れるし。